当たり。今回は源実朝の最後について解説していくぞ。よろしくね。このチャンネルではどこよりも早く鎌倉殿の13人に関する動画を投稿していくぞ。よろしくお願いします。現在でも黒幕が分かっておらず、事件の詳しい真相が謎に包まれている実朝暗殺事件。なぜ実朝はこの事件によって暗殺されることになってしまったのだろうか。今回はこの事件について彼の生涯から考えていこう。実朝は建久3年に生まれた。父親は鎌倉幕府を開いた源頼朝、母親はその正妻であった北条政子である。元久元年10月に実朝は12歳で元服する。その際、政子は実朝にふさわしい有力御家人の娘を妻として迎えようとした。しかし実朝はそれを激しく拒否するのであった。実朝が拒否した理由は、有力御家人の比企家から妻を迎えた兄が勢力争いの末に殺されていたからだな。実朝はお兄ちゃんが勢力争いによって命を落としているから危険を感じ取っていたんだね。また実朝は元久2年に将軍となった後も政治には関わろうとはしなかった。実朝が政治に関与しなかった理由としては、北条氏の傀儡政権をよく思っていなかったからだとされる。その結果、実朝は華道の世界に居場所を見つけ、力を発揮していくことになる。実朝は藤原定家を師と仰ぎ、自作した和歌の批評をお願いしているんだ。その結果、実朝は藤原定家が編纂した歌集である小倉百人一首に選出されているぞ。ここで実朝が読んだ和歌を紹介しよう。世の中は常にもがもな渚こぐ、天の小舟の船出悲しも。この和歌には、世の中はこのまま変わらずにあってほしい、渚をこぎ出す小舟が綱を引く、そんな日常の光景が心にしみるという意味が込められている。実朝は変わらない毎日が続くことを祈っていたのかな。おそらくその可能性は高いだろうな。また和歌に対する考え方はそれぞれだが、実朝の置かれている立場などを考えると少し寂しい歌として聞こえてしまうな。実朝が政治から離れている際に、鎌倉幕府の内部は変化をもたらしていた。北条義時は着々と政権の掌握を進めていたのである。義時は元久2年には父親である北条時政の命を受け、幕府を支えてきた有力御家人である畠山重忠と重安親子を謀殺する。内部抗争が起きてたんだね。確かにそうだが、畠山親子に関しては冤罪だったんだ。え、そうなの？詳しい内容は割愛するが、冤罪であることを知った義時は激しく時政を叱責したと言われているぞ。冤罪だったらそうなるよね。しかしその後も時政の暴走は続いてしまうぞ。もしかしてさらなる犠牲者が出ているの？なんと時政は御妻である牧の方にそそのかされ、牧の方の娘婿である平賀朝政を次の将軍にするために実朝を暗殺しようとするんだ。それは実朝にとっては一大事だね。確かにそうだが、この計画は義時が情報を入手し手を打ったことで失敗に終わるぞ。この事件により幕府設立の最大の立役者であった時政は執権を退いた。そして建暦3年に義時は当時最大のライバルであった和田義盛ら一族を激しい戦いの末に打ち果たした。これにより幕府内部で義時と政子の敵は一掃されることになったのである。時は少し流れ、建保6年、実朝は朝廷から権大納言の官位を排除した。しかし
政子は上洛して次の将軍を公家から迎える交渉を開始していたのである。この時実朝はまだ27歳であったが、次の将軍の動きがあることを知り焦ることになった。その結果、実朝は朝廷に対してより高い官位を要求し、朝廷は実朝に望まれるままに官位を与え続けた。建保6年3月には左近の大将に昇進し、10月には内大臣へと昇進を果たした。実朝は自身の官位が高くなれば政子が次の将軍を迎えることはないと考えたが、時はすでに遅かった。実は実朝に与えられた官位は官打ちという朝廷の策略だったのである。官打ちって何なの？実朝は朝廷から役職を排除していたが、朝廷から見れば実朝は目障りな鎌倉幕府の棟梁だったんだ。そんな実朝の官位を徹底的に上げることで、その重さに耐えきれずに自滅するのを待つという策略だったんだ。とんでもない作戦だね。確かにそうだが、実朝は朝廷の作戦には気づいていたと言われているな。え、そうなの？でも気づいていたなら、どうして朝廷の術中にはまるようなことを続けたの？おそらく実朝は自身が源氏最後の政権になることを考えていたからだな。源氏最後の政権って？具体的に言うと、実朝には子供がいなかった上に、将軍の職は北条氏に奪われようとしていた。つまり自身及び周囲の状況から自分が源氏最後の政権になると考えていたということになるんだ。なるほどね。てやてや。さて、ここまでは実朝の生涯を解説してきた。一見すると歌の世界に逃げた使えない将軍に見えるが、実際は自身の行く末をしっかりと見ていた人物だったと思われる。しかし、そんな実朝を心の底から恨んでいる人物が鎌倉に戻ってきたのである。その人物とは公暁である。では、公暁はなぜ実朝を恨んでいたのだろうか。それは公暁の父親である源頼家が実朝に殺されてしまったと考えていたからである。具体的に言うと、頼家が将軍に就任すると、有力御家人による13人の合議制が行われたので、政治に関与することができなかったんだ。また当時の幕府で最も権力を持っていた時政によって、頼家は鎌倉を追われることとなり、伊豆で暗殺されてしまう。つまり頼家を殺したのは時政だが、医師である公暁は次代将軍の実朝を父の仇だと信じていたんだ。なるほどね。やがて公暁は自身の感情を爆発させる機会が訪れることになった。その機会とは、建保7年1月27日に行われた実朝の右大臣拝賀の式である。この式は多数の公暁や御家人らが列席し、鶴岡八幡宮にて行われた。またこの式が行われた時、鎌倉では60センチを超える積雪があったとされる。拝賀式を終えた実朝は自分の屋敷に戻るために鶴岡八幡宮の石段を下っていた。石段を下る実朝を式に参加していた者たちは見送りに出向いていたとされる。当然参列者の中には公暁の姿があった。大雪のため石段をゆっくり歩く実朝。その時だった。突然実朝が転倒したのである。大雪によるものかと式の参列者は考えたに違いない。しかしよく確認すると、実朝を転倒させたのは公暁だったのである。そして公暁は実朝に対して叫びながら持っていた刀で一気に切りつけた。その結果、実朝は頭部に致命傷を負い、やがて公暁から首を取られるのであった。実朝が撃たれたことにより参列者は大慌てになるが、公暁の仲間である奉仕3、4名が多くの参列者を蹴散らしたと言われている。
その他にも公暁の奉仕たちは当時執権だった北条義時と間違えて源の中明を斬ったとされる。公暁らにとって一部標的の間違いはあったが、実朝を仕留めることには成功した。その後公暁は実朝の首を持ち、雪の下北賀の八つに住む後見人の備中阿闍梨の屋敷に入り食事を取ったとされる。そして乳母であった義村に使者を送り、下記のように伝えさせた。将軍に欠員ができたので、我こそ関東の長にあたるのだから、早く計略を巡らせよ。この知らせを受けた義村は、迎えの使者を送るので少々お待ちくださいと返答した一方で、公暁の使者が来たことを義時に報告するのだった。その結果、義時は公暁を殺すことに決め、義村に対して密命を命じた。義時と義村のやり取りを全く知らない公暁は、義村がなかなか屋敷に来ないため焦っていた。そして待ちきれなくなった公暁は屋敷を出て、鶴岡八幡宮の裏山の大神山に登ったところで打ち手と遭遇してしまった。打ち手に遭遇した公暁は必死に逃げ出すが、義村の屋敷の塀を乗り越えようとした際に打ち手に切られ亡くなった。これが実朝暗殺事件の全貌である。事件を聞いて思ったけど、実朝も公暁も周囲の人間によって殺されてしまった感じだね。そうだな。二人は様々な人物の思惑によって命を落としたことは間違いないだろうな。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。